野田城駅は愛知県新城市のダーザ、あ清越にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。野田城駅は豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つであり、新城市新城地区の西部地区に位置する。駅名の野田城は野田城の戦いの舞台となった戦国時代の城、野田城に由来だが、野田城市は 東上駅とのほぼ中間の地に位置する。1918年に豊川鉄道によって開業した。その後国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の経営に移っている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ホーム番線は北側が1番線、南側が2番線である。単線上にある交換駅であり。 列車の交換が可能である。一線スルー構造であるが、信号の都合上、豊橋方面へ向かう列車は、時速 25km 制限を強いられてしまう。駅舎は一番線ホーム側にあり、二つあるホームは、構内踏切でつながっている。駅員が配置されない、無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。野田城駅を開設した豊川鉄道は、 現在の JR 飯田線南部にあたると余橋、大会館を運営していた施設である。野田城駅を挟む三河市宮から新城までの区間は1898年に開通するが、それから20年を経た1918年1月に野田城駅は開設された。1943年8月、豊川鉄道線は買収、国有化され、 国有鉄道飯田線が成立する。これによって、野田城駅も国有鉄道の駅となった。1971年には、開業時からの貨物営業が廃止されて、旅客専用の駅となり、そのまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎えて、JR 東海に継承されている。野田城駅には、豊橋方面。 飯田方面の双方とも1時間あたりおおむね1.2本の列車が停車する。停車する種別は普通列車と上りのみに設定されている快速列車の2種類。また、特急、稲穂も通過する。横浜ゴム、新城工場。ありがとうございます。